皆さん風景印ってご存知ですか？風景印とは日本全国の名所などを描いた日付印のことで、郵便局によってさまざまなデザインが施されています。長崎県内446箇所ある郵便局のうち、風景印を扱っているのは126箇所。その対象の郵便局に62円以上の切手を貼っているはがきや封筒などを持っていけば、誰でも押してもらうことができるんです。今回のシリーズでは、その126箇所すべての郵便局で風景印を押してもらい、デザインされている場所を巡っていきます。前回は長崎愛宕郵便局の風景印、坂本龍馬像、紫陽花、愛宕山、旗揚げを巡りました。さあ、この龍馬像がある風頭山、風頭公園に今からバスで行きたいと思います。風頭公園になります。はい、郵便局からちょっと離れてますけど。そうですね。前回は風頭公園の坂本龍馬像など見どころ満載でしたね。今回はどんな街のどんな風景印を巡るんでしょうか。これですか。お、結構混んでます。再び愛宕町のバス停に戻り、今度は田上方面へ。ありがとうございました。田上峠ですね。前はなんか模擬街道を歩くで来たりお遍路さんの時もなんか1日目のコースで来たり、ね、高見はよくこの番組登場いたします。はい、さあ、高見の交差点を南側の方に進んでいきます。はい、あ、見えたぞ見えたぞ。あ、オレンジ色の看板。長崎愛宕郵便局に到着です。はい、じゃあ行ってきます。いらっしゃい。風景印を押してください。もう一枚持ってきます。できましたよ。長崎愛宕郵便局ですね。模擬日はで、ここに見えてる山は東八景というふうに聞きました。そしてなんかね、牛みたいななんか大きい塊がね、これはね、この辺りに伝説の岩、東仙石というのがありますので。15個目の風景印は、長崎愛宕郵便局の模擬びわ、東八景の旗揚げ、東仙石です。東八景はこっちの方角ですね。はい、こうやって見ると、この山が東八景になりますので、この鉄塔が立ってる山、あそこの今から頑張って登りましょう。登りましょう。まず向かったのは少し高台にある東八景公園。まず東八景のバス停です。バス乗るとここまでですね。そしてここを通り過ぎると東八景公園という表示が出てきます。あ、結構結構登りますよ。はい、東八景到着です。はい、よいしょ。おお、旗揚げ広場から見る旗をまあ揚げているんでしょうね。あら、今日天草のがよく見えるわ。こんにちは。こっちが天草。あそこ島原半島ですね。左から右に伸びてきて、うん、そして海を挟んで天草ですね。向こう側がうっすら見える。うん、あ、本当だ。うっすら見えますね。よく見ます。長崎港の方もよく見ますね。いいですね。いい景色ですね。
じゃあ当選席いいですか、はい、ああもう近道していきます。石があるというここからちょっと15分ぐらい歩きます。はい、あだいぶ生い茂ってる。広助さんに促され番組スタッフは獣道を抜けてショートカット。だいぶ近道感はあったと思いまして、はい、さっきのバス道路2つ下のバス停のところに出てきました。あ開き鏡妙あざ開きですね。もう間もなくはがきの準備しなきゃ。到着いたしました。当選席ご覧ください。当選席です。じゃあごめんなさい、なんか笑っちゃう。可愛いですね。可愛い人がいたらダメです。中国の船当船に似ているというところから、はい、当船席と言われております。あそういう由来で。はい、わあ、なんかぽってりしてますね、うん。このそうか上のだからもうつけたってことですかね。でこれは、はい、あのご神体というか、まあ、神が宿るということなんでしょうけども、ここに観音様を今お祭りしてあって、はい、後ろには観音様、あそして、まあ、鳥居には当選席というふうに書いてあります。この石があって後から観音様をお祭りされているということですね。いやいやほっとしましたね。これで終わりましたね。エルさん、琵琶が、あーいたたたたたた歩いてきたところに、いや忘れてました。ちょっと忘れてたのもあるんですけど、ちょっとキョロキョロしましょうか。琵琶を探しに少し忘れてた気もなきにしも。この辺はすごいいいお家が。ここに閻魔田上二丁目ってあります。こっちは田上町ですね。でこっちはですね今南ヶ丘町かな。こっちが島原藩、はい、こっちが大村藩、これはこう国境を今歩いております、うん。ともうすぐ行くとですね、田上南ヶ丘、うん、そしてここが上古島が出てきました、うん。ということはということはここは3つの国がまたがるところ。こっちは江戸時代でいうとこの島原藩、はい、こっちは江戸時代でいうとこの大村藩、大村藩、ここは天領です。幕府領ということになります。国の、うん、ここにいると3つの三国峠じゃないですけど3つの国がまたがれる、ね、大変貴重な場所になっております。さあ私たちは天領の方に入りますよ。の方に天領だったら琵琶あるんじゃないですか。その根拠がよくわからないけど意外にないんですね。もう食べちゃったか。最悪 NCC のイメージキャラクターも一応琵琶を意識してるね。あのそこにしましょうか今日は。分かった。そういう時はほら出てきました。森の木五郎が今回それでいいですか。これで今日は、はい、まあそういうことにしておきましょう。というわけで今回巡った風景印は長崎田上郵便局の模擬琵琶、東八景の旗揚げ、当選席でした。